宝石鉄道、宝石鉄道株式会社、宝石鉄道は、かつて、山口県防府市と沢郡特次町、県山口市の間を結んでいた、鉄道路線を運営していた、鉄道事業者である。社名の由来は、須王と岩見を結ぶ目的から付けられたもので、ツアのお通り、マスダへ抜け、山陽と山陰を結ぶ鉄道として計画されたが、 第一次世界大戦開戦による物価高騰により資金調達と工事がわどらず、やがて国鉄や口線が全通したため、音量連絡の夢は破れた。その後、津和野や海岸方向の中間地区への路線延長も計画されたが実現せず、豊富、堀間を開業したのみに終わり、1960年代のモータリゼーションの進行に勝てず廃止となった。会社は、 その後バス事業者に転換したが、1992年に、地場大手で、親会社となっていた、傍聴交通に吸収合併され、消滅している。1912年7月、三田尻停車場、豊富駅を起点とし、沢郡ゆず、野村、徳寺町を経て、山口塩和技横山に至る軽便鉄道、期間線 67mm 付設の申請書を、 提出した遺産、京弁鉄道は、発起人は、地元の人以外では、当時電気王と呼ばれた、埼下東吉と伊予鉄道創業者の小林信雄が、名を連ねていた。11月に免許状がカフされ、1914年5月に、創立総会を開催し、社長に、神戸市の岩崎県、専務取締役に、中間村、豊富市の山根壮太が就任し、10月になり遺産。 鉄道株式会社に改めた。そして12月17日から、小野村、豊富市から工事に着手した。ただ、不況の影響で、株式の払い込みは滞り、建設資金不足の問題が起こった。また、社長の岩崎が別の事業で起訴される事件も起こり、社長を退任した。そのために1915年7月の、 臨時株主総会は混乱し工事中止の意見も出たが、8月に内容調査報告会において工事は継続することになった。そして前社長の不祥事により会社の評判を落としたので、1916年5月になり、宝石鉄道に解消し、1917年に萩出身の熊谷商官が社長に就任した。そのまま資金難に苦しめながら、 ようやく1919 19年になり三田尻、波間が開業し、翌年には堀まで延伸した。さらに堀から横山までの残存区間、約1 8トルの工事に着手したが、資金不足で工事は中止となり、工事延期願いを再三提出したが、1936年に免許執行となった。また1921年4月に三田尻三田尻、港間、 林光線、約9キロメートルの計画に対し免許がカフされたが、やはり完成させることはできなかった。鉄道は開通したが、建設費は資本金を上回り、資金調達を借入金に依存することになった。しかし、借入金の増加は膨大な利子の支払いをもたらし、営業成績を悪化させていくことになったのでる。こうした中で1924年に140万円の 返済が不可能になり、債権者の広島信託社から強制執行を受け信託側は、鉄道の管理を芸備鉄道に任せた。この責任を取り熊谷は社長を退任し、防石鉄道は競売にかけられる事態となった。この事態に見た尻の株主たちは、広島信託社と接触を続けた結果、ようやく競売は取り消されることになった。 また一部の株主は国に救済を求めるべく、宝石鉄道の買収を画策し、鉄道大臣並びに、紀州両院議長に請願書を提出した。そして買収案は、帝国議会衆議院で取り上げられることになった。買収の理由を、すでに開通している山口線では、山口市のメカンの急勾売により最大急行の運転は不可能である。しかし、 急勾配も水道も架橋も少ない防石鉄道を買収資料単の区間を延長しとくさ掘り、三田尻から中の観光とすれば、九州大分からの過客を山陰地方へ輸送でき経済発展に寄与できるとした。それに対し、鉄道省では山口線と並行している路線を緊急に買収する必要は認められないと返答しついに救済買収は叶なわなかった。県営事業として、 バスの営業を始めることになり、1933年12月、ヤサカ自動車株式会社から営業権と自動車の譲渡を受け三田じり福間とヤサカ山口間に乗り合いバスの営業を開始した。その後、株主であった、広島ガス電機、現在の広島ガス、広島電鉄が所有する株の8割を、神戸市の太陽産業、鈴木商店に譲渡する事件が起きた。 その対応産業は、宝石鉄道の機場を、羽幌炭鉱鉄道に転用する計画を持っていた。そこで社長の加野倉次郎は機場その他を、鉄火高等という機械に処分し、債務の支払いに充てる、ことを考えた。そして、鉄道部門を廃止し、バス部門にすることとして1939年7月、鉄道運輸営業廃止申請書を鉄道大臣宛て、提出した。ただこれは、 日中戦争の最中で認められず、その後太陽産業の援助と政府の補助により、鉄道運輸営業を続けることとなり、廃止申請書は1940年2月に取り下げることになった。廃止直前のデータ、車庫と工場は、スオーグーシに所在、豊富駅スオーグーシ駅、船本駅、人丸駅魔王駅、奈美駅,駅上和寺駅、岸見駅、奥畑駅,駅,奥畑駅伊賀地駅、 山根駅沖の原駅、堀駅、船本駅は1946年以降、廃線前に廃止、投入順、DB201 を除きすべて、蒸気機関車。いずれも、国鉄の買収車。在籍の別給料、いずれもオープンデッキの二軸車。1956年に、車両の入れ替えが行われている。1964年現在で、Y1 首都10から13のいずれも、旧長戸鉄道から譲り受けした6両が在籍したが、後輩が激しく、貨物列車は国鉄からの直通貨車に寄っていた。現在、豊富、堀間は、傍聴交通が結んでいる。1日20数往復、およそ40分。堀川始発が5時台など、元鉄道をうかがわせる部分がある。廃線跡は、沢川沿いの大部分が、 山口県道184号サンタジリ港、徳寺線に転換され、法府市と徳寺地区を結ぶメインルートの一つとなっている。法府駅西方の山陽本線の高架そばに2号蒸気機関車、波6号客車、ハ2府1号客車が保存されている。上和寺駅跡には、ホーム跡と車輪を外された車両が残され、ミニ資料館となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。